じゃあどっちかがまあちょっと大きいんだよ。上流園より南側にはガラスドームのような浅い臨海水族園がご覧いただけます。From the bird sanctuary, Tokyo Sky Tree. You can see the glass dome of the Tokyo Sea Life Park. Tokyo Sky Tree ね。熱帯のサンゴ礁から氷に覆われた北極、南極に至る世界の海の生き物たちが生息しています。Sea Life Park is home to sea creatures found all over the world. パパでも使ってる、でも掴んでるから大丈夫じゃない？水族園より手前には車がすごいちっちゃい。だけど、もっと東京タワーとかスカイツリーだからな、もっとすごいよな。Here is better than climbing the sky tree. You can see everything. It's very comfortable. スカイツリー。カイズライフですよ。Yeah, but many people. Many people. 本当にもうこんなもんだよ。これの3倍ぐらいあるからな。3倍ぐらいとかだって600メートルだ。6倍ぐらいある。これ100メートルぐらい。はい、600メートルぐらい。今度は英語で言った。すごい英語わかるの？すごい。東京タワーは300メートル。あ、じゃあスカイツリーの半分が溶けた。大体。武蔵だから684メートルが。スカイツリー。東京タワーは330。